どうも皆さん、こんにちは。レトパラの S です。シェイプヒーローファクトリー、続き遊んでいきたいと思います。前回の続きで、スペルマスターで遊んでいきます。まずは、二つ目のステージ、一個目のステージに、挑みます。とりあえず、これは、レシピを入手。サラマンダーを狙おう。サラマンダー、あれ、まあ、ちょっと待って。黒インクって落ちてなかったよな。ってことは、一旦サラマンダーかな。サラマンダー。かわいいな、サラマンダー。そして、エリア解放。赤インクが欲しいね。赤インク。うわ、でも、青インクこっちにあるんだな。うわー。なんとも微妙な感じだ、これ。丸と四角と赤と黒。まあ、下かな。サラマンダー取ったのに、水、拾えないのちょっとあれなんだけど、まあでもスポイトのおかげで基本の生産量は増えるから、一旦こっちかな。レベル6。さて次は取りたい研究ツリーの解放が最上位スポイト、すべての生産速度、これもこうこうって取っちゃって、カラーコピー技術ちょっと欲しかった気はするけど、それは一旦後で。ミキサーが今のところまだ必要はなくて、まあでもこれ取っちゃって良さそうだな。オッケー、せっかくインク取れるようにしたから、今回レベルアップで取るのはサラマンダーの生産に必要なものを増やせるやつがいいな。サラマンダー丸だったっけ。サラマンダー、え、これだ。サラマンダーは、あ、妖精か。オッケー。じゃあ、丸と四角の出力を上げたいから、四角を 150% にして、で、下のこの、よいしょ。これをインク瓶に入れてってもらって、よいしょ。こうして。オッケー。んで、丸と四角がこっちにもあってね。じゃあ、それで、燻製も作ってもらっちゃおう。すでにある部分については、まあ、今のところは、そのまま使っていくという感じで。よいしょ。妖精を作って、え、どっち向きに置いてんの、それ。僕が間違ってた。で、これを、こうして、違う。まあ、一旦、一個だけ持ってきてもらおう。で、キャンバスで、あー、そうじゃない。よいしょ。集中溜まってるから集中しよう。こうと。で、集中。もう一個、サラマンダーのレーンを増やすよ。なので、よいしょ。丸は分配して運ぶか、ちょっとめちゃめちゃな感じになっちゃうけど、よいしょ。これでブリッジで、よいしょ。繋いで、よいしょ。OK。で、これで妖精を作り、よいしょ。で、こっち運んでって、ブリッジで、反対側に繋ぎ、こうして、あ、違う。よいしょ。こうして、あれ？あ、え、キャンパスじゃない？もしかして。いや、合ってるな。ん？妖精と赤。で、サラマンダー。あれ、なんか、間違ってるみたいな感じになっちゃうんだけど。ん？なんでだ？赤じゃない？もしかして。え、赤だよね？あ、インクを直接入れるのか。そっかそっか。瓶に入れる必要ないんだ。よいしょ。そのまんま、これを、こうすればいいらしい。で、じゃあ、こうして、
こうして、こうかな。繋がらないわこれ。そうだよね。ちょっと1列ずつずらすか。よいしょ、よかった、集中中で。よいしょ、違うよ。まあもうちょっとこっち持ってきちゃうか。こうして、こうして、でこうだ。 OK、 これでサラマンダーがかけて、よいしょ。まあ合流させてもいいし、別に合流させなくてもいいか。 OK、 あとなんか増やした方がいいものあるかな。女性がちょっと詰まってるな。女性詰まってるのもったいないから、ちょっとだけそのまま送るか。なんかめちゃめちゃなことになっててよくわかんないけどこれちょっとなんか場所やってるな。これ見てるとね、あの嫌な気持ちになる人いると思うんだよね、こういうめちゃめちゃな状態。もうしょうがない。でもそんなことを言われてもそんなことをね、僕に言われても困ります。こっちも手一杯なんでね。よいしょ、ワンオペなんでこっちとら。よし、別に合流させてもいいんじゃねえじゃって気はしないでもないが、いいだろう。で、このスポイトだけちょっとあの、いいやつに変えて、ここ。よし。これで、生産速度上がるやろ。あ、でもこの子が上がんないのか、今のまんまだと。これは、後で、増やしてあげよう。おげい。さあ、え、サラマンダーもめっちゃ突進してる。妖精たちもしかして、ちょっとつ猛進？イノシシじゃない？あ、でも、火のダメージ上がってそうだね。まあ、いい感じなんじゃないでしょうか。わかんないけど。サラマンダーは1秒に1回ぐらいのペースで。で、妖精たちは 0.2 秒。1秒に5回ぐらい突進してくれる。まあ、もっと出したいね。これは、なんか弾幕だから実質。もっと弾幕張りたいよね。こういう弾幕、まあ、似たゲームで言うと、ヴァンパイアサバイバーズが割とそういう弾幕張るゲームだけど、めっちゃ弾出ると、それだけで気持ちいいからね。もっと数を増やしていきましょう。NEXT。 もっと多分サラマンダーかけそうだから、途中をキャンバスに変えて、よいしょ。サラマンダー300も達成できそうだから、ヒーロースキルも発動しそうと。だいぶ弾幕張れるようになってきたんじゃないですか。いい感じだと思いますよ。 OK、 レッツゴー。すごい数飛んでってる。この手たちを倒そう。倒しきるぐらいの気持ちでやっちゃえ。これでも確かいっぱい出てくるんだよね。そうだよね、一体一体は弱いけど群生しているみたいな、そんな感じの特徴だった気がする。でも貫通するからね、これ妖精たちは。おかげで、あ、炎上ダメージも入ってる。いいね。炎上強そうだな。スリップダメージってやっぱ強いよな。やれやれ。これってこの討伐報酬もらえるのかな。倒しきりあるんだろうか。怪しいな。なんなら全滅狙えるな、ちゃんと普通に。全滅したんじゃね？やったぜ。この辺を狙って。結構いい感じの速度で弾幕が張れてるんじゃないでしょうか。OK！ 次。レリック。ブリッジコンベアの距離が2倍。ありがたやー。
ここで拾えると研究ツリーで2マスが取らなくてもいいもんな。本体を叩くか耐え切るか。まあ本体を叩いてやろう。研究ツリーの入手。ミニオンの大量発生。へえ、ミニオンが働いている設備により多くミニオンを配置することが可能になる。ミニオンを選択して設備に配置する必要がある。オッケー。ミニオンの大量発生で。ミニオン大量発生。これミニオン増やしていこう。これ何これ。設備に2体までミニオンが設置できるようになる。あ、なるほどね。あ、違うわ。これ多分1体というか2体か。応援するミニオンは別ミニオンなのね。オッケー。応援するミニオンが2体まで置けるようになるんだね、これは。で、対象設備に配置することで、なんだこれ。ミニオンで稼働する生産設備に追加でミニオンを設置する際に使用する。対象設備に配置することで生産速度が上昇する。どういうことだ、これ。あんまりわからない。とりあえずミニオン増やしていくか。あ、でもこれ結局あれか。これは、何回でも使えるっていうだけか。ミニオン3体増やして、ミニオンを増やすよ。ミニオンを増やす。よいしょ。まあ、こうじゃない？妖精も増やそう。OK。で、まあ、スポイトのところとかでも置きたいけど、スポイトにはやっぱ置けないんだな。でまあ、ここの妖精の数も増やして、これで、まあ今、現状置けるところは全部置いたのかな。瓶は？あ、置けるわ。瓶も置いて、あ、ここも置きたかったな。まあ、後でじゃあ、取ったら置く感じで。ちょっとこれを置きたいんだけど、ここはマスがギリギリで、インクのこれを、あー、そっか。こうして、こうして、こうすればこれで下をまたげるようにはなるな。OK。で、キャンバスに変えて、OK。これでまたサラマンダーが作れるようになったな。いいね。妖精たちも、数結構作れるようになったのかな。これなんか詰まってんのかな。ちょっとギリ詰まってますよみたいな感じなのかな。でもかといってなんかこれ以上分解して運ぶのも大変だなって感じなんだよな。まあ一旦こんなところになりますかね。 OK。 次から多分、あ、来た。ブラントを狙います。炎上ダメージもあるから結構ダメージ入りそうな気がするんだよな。敵生み出すとはいえ、あー、まあ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 全然いけそう。いやー、どうだこれ。若干硬い敵が、あ、まあでも倒せはしてるな。一旦このプラントを狙って殴っていこう。とりあえずプラント狙い頑張れー。ちょっとダメージ受けてもいいからプラント狙って、プラント討伐報酬も狙えたらラッキーぐらいな感じでやりたいところ。いけるか、頑張れ。なんかほとんど僕の水のダメージ入ってないの、これ。ちっちゃい敵に吸われて僕の水のダメージほとんど入ってない。貫通しない。まあしょうがない。倒しきれないのはまあしょうがない。 OK。ギフテッド。研究ツリーを入手するとき、追加で一つ研究が開放状態になる。これ、強いよな。節約になるね。さあ、タロン戦だよと。まあ、上でしょう。オッケー。集中いたします。集中。ハーピーを作ろう。なので、丸をまず切る必要があるね。よいしょ。ハサミ。で、切ったやつを、まあ上の方でちょっと、絶対これ余るよな。そりゃそうだ。分配しとこう。これで後で妖精にするときに使います。そして切った、よいしょ、丸を分配してつなげて
ここにミニオンを設置。切る速度が欲しいからね。で、分配しました。快速コンベアにしよう。全部快速に変えていくか。よいしょ。んで、これを、運んで、四角を、から持ってくるか。ちょっとだけ詰まってるみたいだし。ちょうどいい。じゃあちょうどいい。こっちだ。よいしょ。まあ、運ぶ距離長めだからね。この辺で別に変えちゃっていいな、妖精に。よいしょ。妖精に変えて、んで、羽と妖精を、今度はくっつけると。キャンバス。で、終わっちゃった。まあこれこのままここにつなげよう。よいしょ。で、まあ余ってるので快速に変えましょうこれ。全部変えられたはず。妖精余ってるなぁ。ミニオンが余ってれば、よいしょ、ここに配置、ここに配置。これで、まあ、やっぱもう一箇所ぐらい分けて、ハーピー作るとこ作っても良さそう。これ、将来的にドラゴン作るときとかのことを考えると、まあもっと羽も欲しいねって感じはするけど。オッケー、次だ。さ、タロン。倒しきれるかな。あ、え、めっちゃいい火力出る。いいねー。これ強いな。狙え。倒しきれるぞ、これ。全然余裕で。サラマンダー多いのもやっぱ強そうだな。赤インクもっとあればいいんだけど。って感じかな。丸切って、丸切りさえすれば羽も作れるしな。オッケー、ネクスト。追加で延長プラス1を与えるようになる。これ、あれだよね。近接だからサラマンダーとかも入るよね。妖精も延長を与えられるようになるし。めっちゃ良さそう。火打ち石。あ、でも敵がノックバックするようになる。いや、まあでもこっちかな。火打ち石。そして、あ、高性能なキャンバスの開発が欲しいね。オッケー。タロン撃破。あれ倒しきりまでいけた？まあいいや。とりあえず、一旦今回はここまでかな。よし、いよいよリベンジ、ダークドラゴンとの再戦が待っています。果たして勝てるでしょうか？いや、頑張りましょう。結構いけそうな気がする。今回は火力がめっちゃ出てる。前回まではね、ちょっとボスを倒すまでいけなかったけど、今回は結構火力もね、足りてそうなんで。ということで、次回ダークドラゴンに向けて頑張っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。またね。おつたこバイバイ。